今日というかまあ、つい、13、まあ1週間前ね。誰も知らんと思うけど、誰も知らんと思うけど、誰も知らんと思うけど、俺の、まあ、人生最大のゴールである福岡である世界水泳、世界競泳、世界マスターズまで、なんと365日切りました。ということは俺は1年後に、ベストパフォーマンスを、せないけんし、1年後に向かってもう本当はね、もう最大の努力を、しようとちょっと思ってる。でこんなこと、もう地元で、世界クラスのイベントがあることなんかないし、しかも競泳やし、あここで死ねたら本望じゃないけど、ちょっともう大きく目立って、ね、これはもう終わりたいとかじゃないけどね、そこでなんかまたモチベーションというか、まあまあでもやっぱ世界でそこでやっぱ3番に入る、世界で、最大の環境で最大の努力で、あとやっぱり応援者もすごい募ってもらって、俺はなんか面白いことができたらいいね。でさ、もう本当コロナの影響で、まあ、本当は2021年の5月13から始まるんやったんやけど、おまあ1年伸びたよ。で本当この1年は結局、まあまだ東京オリンピックももうやるとは言ってるけど、まあ、逆に俺は安全面とか本当安心して、みんなが応援やったりできるできないとかを兼ねたら、もうやっぱ今年もしかしてしない、オリンピックしないってなったら、逆に俺はもうその2022の世界水泳はめちゃくちゃ盛り上がると思うし、だからそこをコーディネートしたいよね。本当にやっぱ俺もKT履歴とか、もうこの間58で行ったマイケル・アンドリューとか、あのやっぱドレッセルとか、もう俺1年くらい練習して、あ福岡は来たらいいね。でまあもう同じ会場で泳げると思ってたらすごい、まあ、いいしさ、というまあ俺の意気込みと、それとまあまあ1年伸びてよかったわっていうのもさ、もうほんとね、マスターズの結局タイムを持ったからいけんだけど、もうマスターズの試合全然出れんもんね。選手登録しましたとっくに、けど試合がもう流れで、強引にやってた大阪も結局緊急事態宣言に、飲み込まれ、波早ラクタブドームが、休業要請で、一応ね来週か、違う2週間後か、3週間後やね、福岡でマスターズがあるんやけど、でも福岡も結局31まで、5月の31まで緊急事態宣言で、その1週間後よ、やる？分からんわ。で、じゃあ2000、その6月の2週目にもさ、実は広島のそのもみじカップっていうその長水路のレースがあるんやけど、もうついこの1週間で広島も緊急事態の宣言に入ったけどね、試合する？多分せんやろ。いやだけね、俺まあまあ福岡ね、その世界マスター出たくて出たいって言うけど、結局そのもし2021年にやってたら、
マスターズの試合もなく、マスターズの公認タイムがなく、出れんかったね。出れんかった。いや俺危なかったわ。あ、2022の、5月俺は50バタ1バタ、調水、この2つやね。この2つで、あ、決勝残りたい。で、もう一つやっぱ今年しなくてよかったのはさ、まあまだ39歳なの。で、多分っていうか、まあもうこの35から39っていうのはもう超日本だと激戦区と思う。だから俺が別にそのゴロゴロおるよ、やっぱこうやって泳いでる人は。で、そういう人って、マスターズ出てなかったりもするし、まあ、出てるのはそうやけど、東京のもうバリバリのマスターズの人だからさ、もう平気で、50バタで25秒前半とかも当たり前やし、それがベストやないとか言うし、と思うとね、俺その2022の時は40歳なよ、となると40から、44までの区分でだとよりなんか美味しいんじゃないかなとちょっと思ってるね、ちょっと俺より上の人でそのバッタ25秒26っていう人は、あ、いや、いたわ、この間なんか出した人かな。まあでも、少ないし、逆に俺がその40から44区分では、まあ、格上挑戦、まあ、新参謀者ということで、なんか俺もマークされてないと思うし、いやー行きたいね。いや、もしでも高橋さんがもうマスターズ、世界マスターズ出られたらもう一緒の終わりやね。まだもう絶対勝てる。めちゃ早。でもやっぱね、泳いでる人ってすごいおるし、意外とそういう人がもうどんどんそういう寿命も伸びてると思うし、水泳やったら。今はもうこんだけもうフィジカルトレーニングが必要やったり、意外とマスターズの人のエアロビクスなんかもう本当にいらんかったり、毎日練習しなくてもよかったり、やっぱ賢い方法がどんどん編み出されてるし、やっぱね、こう昔のやり方ではもう本当置いてることも気づかず、どんどんこうフェードアウトしてもう怪我とかしてってなるんやけど、まあまあ俺にとって1年後に、大きな試合があると思うと、よかったわ、よかった。あ、300やっと、365日切ったよ。俺はね、やっぱもうコーチングもうすごい頑張りたいけど、やっぱりコーチングをするにあたって、自分が、泳げた方がいいし、自分のレベルが高い方がいいし、逆にそのやっぱコーチング、自分がやってきたこと、やってきた理論を使って自分にも当てはめるでしょ。それがやっぱりその答え合わせが一番面白かったりするわけでね。俺はいろんな国まで行って、もうほんと仕事なんかもコーチングしかしたことないけど、今回は、二刀流で、そっちもできればオールドルーキーかもしれんけど、ちょっと花開かしたいね。はい、というわけで、世界水泳まで、あと365日を切りました。状態はすごいいいよ。ベンチプレスのマックスもね、もうちょっと更新できそうやし、まあ会場もねできてるよ。しかもあのプールもちょっとね工事してるの見えるし、まだ水は入ってないやろうけど、めっちゃいいよ。あんなとこで、まあ、仮設プールやけど泳ぎなんかもない。
俺あとね、そう思うと、もしまあ仮に参加できたとして、その携わるのは2回目かもね。1回目実はさ、あのイアン・ソープとか大活躍して、その福岡の会場さ、俺たち作ったんだって。いやあれ忘れませんわ、2000年の、福岡世界水泳、その時俺は福岡大学の1年生、多分ね九州支部やった辻悟先輩に急に夜中呼び出されて、おい何人かかき集めて、ちょっと世界水泳のそのコースを作りに行く、ちょっと手伝うことあるけどちょっと来いって言われて、でなんかもう夜中、多分夜中やってたもん。副大水泳部の 1,2 年生が10人くらい、そのマリンメッセの仮設プールに連れてこられた。いや、そでさ、何をせって言われたかというと、その多分当時なかったと思うんやけど、その今はもう当たり前ね、プールの底にカメラ、まあ、こうやって泳いでる多分下を撮るんやろね、その下を撮るためのビデオを設置するためのレールを引いてくれっていう多分案件があって、おそらくそれが俺らに回ってきた。でそのレールを引くのってさ、その 50m 何本引いたかな、けどね今でも覚えてる、めちゃめちゃ重い。それを、4人くらいでその外からレールを水の中に入れる巻き足かなんかで、4人ずつでそのレールをこう引いていくわけ、 50m 分めっちゃ重かったんよ。で多分そのレールさね、俺多分あれはその普通の水泳戦競泳選手以外は無理やと思う、それくらい重かった覚えがある。そうだけね、携わってるよ、本当に。2000年やけど、なんぼ20年前か、約20年前に、俺携わってるし、その俺たちが引いたレーンの下からこうフィルム撮ってるのが多分テレビとか流れたりしてるんやろね、したんやろね、と覚えてる。で、その時にさ、誰もおらんその仮設プールに、その表彰台もあったの、表彰台。多分1から6くらいまでかな、もうでもちょっと忘れた。でもなんか俺はそこの表彰台に勝手に上がって、1位のボディアンこんな感じで写真撮って、そのサトル先輩にまあ怒られてはなかったかもしれない、でもその写真は俺あると思う。今思えばその写真、まあまあそこに登ってこう調子こいてこうわーっとやったことがさ、後にイアン・ソープ選手とかピーター・ファンデン・フォーヘイ・バンツ選手が同じとこに登ったと思えば、なんかいい思い出やったかな。世界水泳福岡結局見に行かんかったんやけど、でも今思えば高彦先輩とか行ってた気がするもんね。だけどそこまで俺水泳ファンじゃなかったもんね、まあ若かったし、今でこそたっぷりやけど。あ、まあでもそういう回想じゃないけど、来年その舞台に立って、ウォーミングアップして水の中に入って、そのレールがあったらなんか俺はすごいいろんなことを思い出すやろうと思うし、ああ楽しみしようないわ。でその前にさ、その世界水泳に出るためのタイムを出せってことだね、という前にそのまず試合に行って泳いで超えてね、結局なくてさ、日数連の普通の試合ばっかりでごまかしたけど、やっぱもうマスターズの試合に出らな、その権利がないけどね。はい、というわけで、よりここでちょっと宣言して、俺はちょっと自分を奮い立たしてベストパフォーマンスをしたいね。なんかね、もちろんやけど、こう世界の人ってこう練習してるかしてないかもわからんけど、きっとその時には俺はもうワクチンでももう全員打ち終わって、もう結構コロナなんかもすっごい小さくなって、もうとにかくやっぱ薬打ってる人はもう
ワクチン打ってる人はもう効かない、うん、そうなるやろ、うん、でもう排除するためのなんか何かも出ると思うし、まずやっぱ開催、されてほしいなと大きく、思っています。でやっぱせっかくやるからね、世界中からやっぱ安心して人が来てくれて、安心してやっぱ世界の人と競いたいなと思うね。はい、以上、アディオス、バイバイ。あとさ、世界水泳ユニクロとさスポンサーシップ、うん、すんなけね。強烈と思わん？強烈やねん。大きいよ、出ようやみんな、ね、ユニクロよ、ユニクロよ。西堀ちゃうエアケイさんか。